猛角は伊豆深に潜伏しているようだ。探し出し命を結ぶよう説得せねば。そのためにはまずは西の砦を目指せ。兵器の準備を手伝う。
ここは引いてやる。おめえらじゃこの先は進めねえぜ。今のやつはどういう意味だ。まあいい。さあこのまま敵本陣を目指す。何とかすれば味方が進めば、反対側から岩を目指すし、敵将が乗っていた道具どうこういったか、あれを使えば巨岩も壊せるかもしれない。宝石はやもう。この沼、毒を含んでいるようだ。東から回り込んで本陣を目指すとしよう。廃炉には敵の罠がつきものだ。まあ別にいらずんだ。その同志南中央夫人祝与か。姿がいい。火の神の末裔などと言われるのも名付けだ。その組お前受ける。いざ。燃えてきたよ。
調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。象がいるはずだ。奇襲を仕掛け象を奪うぞ。この俺の相手だ。進軍できよう。まあこの先も罠があるだろうがな。すごい働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。これ以上は行かせねえぞ。今度は三人に手にはいかねえからな。やれやれ、結構盛んだな。やはり俺と話す気にはなれん。うるせえ。攻めてきた奴らと話すことなんかねえ。その首もらい受ける。いざ。
違え。さあ今のは間が悪かった。わしはまだ負けたわけじゃねえぞ。王閣は本陣に戻った。さあ俺たちも先へ進むとしよう。敵とはまた厄介だ。指揮する者を叩いて止めねばならんだ。これで勝ったと思うなよ。なんだ、俺の石をすり抜けてきたってのか。よし、戦績を指揮する将を見つけたか。そいつを撃ち、石を止めるのだ。こんなところまで来たってのかい。今度は躍動じゃ済まないよ。敵は止まったか。それで味方の進軍も早まるな。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。
正直ダメか。ありがとう。わしの負けか。畜生、なんちゅうをどうするつもりだ。いや、俺たちは侵略しに来たわけじゃない。ただお前たちと盟を結びたいのだ。なんで？なら、鼻からそう言ってんだ。いいぜ、盟でも何でも結んでやる。